は、2020年ロックの殿堂入りするアーティストの候補を10月15日に発表すると告知した。モトリー・クルー。ロックの殿堂関連画像。米オハイオ州クリーブランドにあるロックの殿堂博物館では、今年初めから来館者による人気投票を行っており、春頃からずっとモトリー・クルーが1位につけている。先週までに8万人以上が投票し、彼らは3万以上の票を集めた。現時点での館内投票の結果は1位モトリー・クルー、2位ブリンク182、3位アイアン・メイデン、4位デイブ・マシューズ・バンドボイ・シェール、6位スティックス、7位ボストン、8位ウィーザー。この結果が、候補者リスト及び実際の殿堂入りにどこまで影響するかは不明だが、